はい、どうぞ。地面は水に流されてきた土砂、砂、いろんなものがこういうふうに順番に堆積して層をなします。これが地層と言います。地面に力が働くと弱いところが切れてこんなふうに上がります。これが逆断層、断層と言います。逆にこちらの方から力が働いてこういうふうになるのを正断層と言います。いいね。ここが断層ですね。この部分が地層が切れちゃったということです。地面は時には横に動くこともあります。これが横の断層と言います。地面がこんな風に動いてしまうと、この上に立っていた家は壊れ、大きな地震になります。阪神・淡路の大地震も熊本の地震も、このように地面の割れ、断層が動いて、大きな地震になりました。